させ、指揮隊長に恨みはない。だが知人のせいで、私の家系は常に見嫌われていた。市長、中国神話で語り継がれてきた神、詩人も元は中国神話、そして詩人は守護の象徴、だが市長は災いの象徴。大シエルは中国に存在する本家から役割を分けられた家系、つまり本来の市長の神を刺激する家系ではない、あくまで市長の災いを体内に担い、神はするいわば、災いのよりしろ。その効果は絶大で市長の膨大な力を得る代わりに短命になる。代々も今の私頃の年になると死んでいた。私も長くない、それだけは間違いないだろう。私たちの家系はここまで忌み嫌われながらもそんな役回りを代々継いできた。なのに四季家は、詩人は、恩恵と名誉ばかり与えられ、称えられる。世界に知らしめたい、大シエルを含む市長を抑える家系は頑張っているのだと、光を輝かせるために光らないところでそんな役回りをしている者がいると。代々、犠牲になってきた人たちの努力、それを世界に伝える、昔ボーカルで伝えようとしたが、エンターテイメントとして真に受けてもらえなかった。俺には子孫がいない、終わらせよう、大シエルの成果を。詩人の指揮家に。ビリアン、アラン、ディアン、本当にいい人たちでした。私のために市長を請け負ってくれた。だから力を使ってもこの年まで生きてくれた。でももういいでしょう。私の役目は世界平和じゃない。不幸を背負っている者がいて、その上で平和が成り立っているのだと世界に知ってもらえればそれで。さあ入ってきたのは世界ランク2位、優勝候補の一角であり、世界最強の一人、指揮統也選手。世界のご婦人様方からも絶対的な人気を持つ、不祥事界隈のスーパースター。予選、1回戦と危なげなくここまで上がってきたが、この試合ではどのような試合を展開してくれるのか。そして次に現れたのはシグエン選手。今までの大会成績では常にベスト16までは勝ち上がるほどの安定した実力者。そして情報が入ってびっくりしたのですが、なんとシグエン選手は数年前、世界で人気になったバンドのボーカル。儚げなイケメン、として雑誌のモデルや映画にも出ていたとのこと。私知らなかったのでこの試合が終わったらとりあえずサインもらいます。ミーハーなんでね、私は。相変わらずどうでもいいことばかり紹介して。もう死んでもいいわ。もうね、なんで東亜兄さんって素晴らしいカップリングばかり生み出すのかしら。40代と30代の絡みとかもう私の世代、しかも落ち着いた東亜兄さんと、昔はやんちゃだった今はおとなしいシグエン。ラッシュが受けでも攻めでも素晴らしい。ああ、この試合、見てるだけでご飯3杯と1ヶ月分のネタには困らないほどの思い出だわ。ちゃんと自宅で録画してるから安心ね。待って、そう考えたら私の試合も、あのハグも、少年相手に心を揺り動かされた私が世界中継。まずいわ、このままだと大抵天の井隊長って所作好きだったんですね、わらわら。って噂が？おや、天の井隊長じゃないですか。お互い今年は不運でしたね。まさか2回戦で負けてしまうなんて。前年度は互いにベスト4をかけて戦ったというのに。そうね、まさかファルドラ隊長があそこまで一方的にやられるとは思わなかったわ。お見苦しいところを見られてしまいましたね。ですが策も不運が重なるとああなることもあります。次はきっと相手に一泡つかせてみせますよ。まあ、あんたの場合、全部ゴリ押しで来られたから策もクソもなかったんだけどな。よぉ、負け組。今年は長い休みで羨ましいな。明日からどこに遊びに行くんだ。強み隊長、毎年それ言いに来るのやめない。高齢すぎていい加減怒りも湧かないわよ。ファルドラはともかく、天の井が2回戦敗退なんてな、さすがの俺も予想できなかったってもんだ。自分ならともかくって何ですか。僕だってベスト8以下になったことないですよ。なら俺以上の策と力を持つんだな。俺以上の策を持つ東亜と俺以上の力を持つ天の井みたいに俺より優れねえと、評価してやんねえよ。出ましたよ、スポーツ系、理系の僕とはずっと合いませんね。それにしても東亜とシグエンか、ありそうで今までなかった組み合わせだな。わかってるじゃない？そうね、これは極上ね。詩人と市長、確かに面白いですね。それもある、だがシグエンは一度第6部隊の隊長になったことがある男だ、十分強い。そうですか、前年度2回戦で戦いましたけど、そこまで強いとは。市長を1体しか連れてなかったからな、そんなもんだろ。あいつは市長の力を使うことに寿命を使う。だから隊長や副隊長を辞任し、アシストとしてできる限り能力を使わない役職に落ち着いたんだ。1体で副隊長クラス、なら4体だとどれだけの力を持つのだろうな。福読み隊長はどう考えてるの？天の絵よりかははるかに強いだろうな。正直俺も怪しい。それほど隙がない。それじゃあ指揮隊長危ないのでは？それにシグエンだって、4体同時って寿命を根こそぎ使うってことでしょ。なんでこんな大会で。それがあいつの本来の目的だからだろう。最初からあいつは世界平和に興味なんて持っていない、そんな奴だっただろう。今季から選抜入隊したシグエンだ。すぐにその高みに立ってやるからな。せいぜい俺に地位を奪われないようにしておけよ、おっさん。今回の奴は息がいいな。
つくよに。ああ、だが礼儀がなってねえのライム風情が生きがってると潰すぞ。可愛くねえな、誠意を見せてくるならセンスもあったから俺の体で鍛えてやろうとでも思ってたんだがな。俺もパスだ。まああれだけ野心に溢れてるなら第6部隊のビリアンに任せておけばいいだろうさ。あいつも実力主義だからな。おい、数年見なかったがどうなってんだ。俺もわからん。それに顔色も悪い。以前の野心溢れるしグエンからは想像がつかないな。ああ、てっきり第6部隊の隊長になったから俺たちに悪態一つでもついてくると期待してたのにな。そこから勝手に調べて納得したんだっけな。別に詩人に恨みはない。だが詩人の栄光に埋もれた奴の嘆き、それがこの場で全世界に見せつけたい。それだけなのだろうな。ならこの試合、絶対に俺は見届けなければな。それでは本日最後の試合、2回戦第8試合、シキトーヤ選手対シグエン選手。試合開始。シグエン、俺に言うことはないか。どういうことですか。俺の勝手な勘だが、死ぬ気だろ。過去4回の試合は今まで1体の主張しか持ってきていなかったのに、今回は本戦から4体すべて持ってきている。それを死ぬ気と考えるのも普通だろう。さすが、よく見てますね。その通りですよ。あいにく私もこんなところで死ぬくらいならもっとマシなところで死にたいですが、どうも寿命は融通を聞かせてくれませんからね。危ないのか？ええ、もう魂がボロボロです。それに寿命死は今大会では適用外、あくまで外部的死因、ここでは間違いなく寿命死ですね。別れは告げたのか？まあ、感づいてるでしょう。私の事情を知っているビリアンやアランなら。そうか、ならせめて俺は悔いを残さないように戦おう。感謝します。ですが負ける気はありません。勝って私の人生に終止符とします。司会者、この試合、絶対に最後まで映せよ。声も含めて全部だ。これは彼の最後のチャンスなんだ。無下にしたらこの大会会場を壊す。あさってからの試合を続行不可能にしてやるからな。早きたいけど、お願いだからそんな物騒なこと言わないでほしいな。スポンサーから怒られちゃうんだよな。感謝します、指揮隊長。これで遠慮なくできる。吸気、頭骨、混沌、凍結。さあ俺の残りカスすべてをお前らにやる。だが目の前の詩人の死者を噛み殺せ。1回戦の時は一瞬で攻めていた。その反撃を反射し、戦場を決めた。死境、頭骨、破壊。発砲の一撃を受けてるような気もする。さすが、全然余裕ってところか。この力をぶつけても潰れない。それどころか耐える。いやはや恐ろしい。そうだろう、格が違う。そういうことだ。なんて、この状態の反射の精度は普段の反射とは比べ物にならないはず。一度娘にやらせてもらったことがあるんだ。音ゲーと言ったかな。定められた線に重なるタイミングでボタンを押すゲーム。いやはや娯楽もバカにはできないものだ。反射も反射する判定線のようなものがあるんだ。福読みにもあるからおそらく例外なくだな。その判定線のちょうど当たったタイミングで思い切り拳や力を俺の方に向けて放つ。もしくは吹く。そうすれば反射、つまり術者側に向かって飛んでいく。さすが、過去に何度か反射を攻略されましたけど、その方法で攻略してきたのはあなたが初めてですよ、指揮隊長。ずっと福読みと比べられてきたんだぞ。俺だってそれくらいはなれる。さすが、詩人遺伝に指揮隊長自体の戦力や技術が尋常じゃない。奥の手も取り返しのつかない時に使えば手遅れ。今が頃合いというものでしょう。魔装、凍結駆神。本当消化する黒い液体か。いつもならこれがお前の最後の切り札だろう。これ以上の殺と技があるのか。なければ即罪だぞ、シグエン。そんな心配攻略してから言ってほしいものですね。これはそう簡単に攻略されるほどやわじゃないですよ。くらえ、凍結。キリン人外加速。守れ凍結。どうだ、多少触れたんだが、俺の味は楽しめたか。わかるかよ、そんなもん。そのまま喉突き破ってんじゃ味も感触も味わえねえだろうが。いけない、冷静だ、野心に身を委ねるな。指揮隊長のあの速度に食らいつくためには私自身も速度重視で戦わなければならない。なら吸気の自然の災いを応用して戦場を作るまで。また吸気防災。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。